はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はですね、ミスルトのねお話をしようと思います。まあ、ミスルトっていうのは、まあ、ヤドリギのことですね。で、この間僕ブログで大きいヤドリギを2本、うちのお店に買ってきました、入荷しましたっていうブログを書いたんですけど、まあ、そのスケール感もね、あのブログだけだと写真なんでちょっと大きさも出ないかなと思って、今日はねちょっと1本ヤドリギ、ミスルトの紹介をしてみたいと思います。まあ、このミスルトっていうのは、まあ、日本ではあんまりこう馴染みがないかもしれないんですけど、欧米ではねこう有名な木で、まあ、この木をこう部屋の中にね飾って、その下に、その下で男女がキスをしていいっていうね、こう習慣があるらしいんですね。だからといって、まあ無理やりしたりしたら犯罪になるとは思いますけど、だからまあその習慣っていうのは欧米ではねこう結構定着してるというか、例えばジャスティン・ビーバーなんかミスルトっていうあの歌を、そういう題名の歌を歌ってますね。あとはマライア・キャリーの有名な恋人たちのクリスマスという、歌の歌詞の中でも、私はずっと確か待ち続けるはミスルトの下でなんていうね歌詞があったと思います。あとハリーポッターの中でもミスルトの下でこう2人がハリーがこうキスするシーンなんかもありますし、あとね東京ディズニーシーなんていくと、こうミスルトのが飾ってあって、その下でこうキスをしていいみたいなコーナーみたいなのがねあるんです。僕はあんまり東京ディズニーシー行ったことないんで分かんないんですけど、そういう風に書いてあります。なので結構日本でも割と皆さんがよく知ってるところでこう見てるはずなんですけど、割とこう見逃してるかもしれませんね。そんなミスルト、実物あんまり見たことないと思いますんで、今日はねあのその実物をうちのお店の中から中継したい、したいと思います。結構大きいミスルト、こんな大きいのなかなかないので、このうちのお店の中だったら、今だったらキスし放題なんじゃないかっていうぐらい、のものです。これですね、一つここにあります。これはねもう高さ3メーターくらいあります。こんなうちの天井、店の天井8メーターなんで、で僕の身長180なんで、うん、それでもね全然大きい、3メーターぐらいありますねこのミスルト。でこっちがねこれ多分君のミスルトっていうやつ、僕はねこっちのミスルトの方がよく見るんですけど、なんか普通なんかよく聞く話だとこっちのミスルトの方が多いっていう話は聞きます。でもう一つのミスルトっていうのはこっちですね、これです。これねオレンジの実のミスルトですね、こんな状態ですね。僕はねこっちのミスルトの方が珍しいんじゃないかと思ってたんですけど、こっちの方が多いっていう説があります。ただ市場なんかでね見てる限りではこっちのが全然少ないんです、はっきり言って。なので、まあ、今回ねこっちとオレンジとこのグリーンを2つ入荷してみたんですけれども、まあとにかくね本当さっきも言いましたけど、これだけミスると、こんだけミスるとあったらうちのお店の中では今キスし放題だと思います。まあそんなねミスると、もし、まあ、うちのお店のね近くに来るようなことがありましたら、ちょっとこんだけ大きいのはなかなかないんで見に来てください。では、まあ、日本人にはねそんなに馴染みがないミスルトの紹介でしたけれども、皆さんのよく知ってる映画とか、まあ、ディズニーランドとかね、そういうところでは、まあ、当たり前のようにこう出てるということで、皆さんもぜひ覚えておいてください。では今日はミスルトの紹介でした。また次回お会いしましょう。See you next time.